白の女王の城の桜の木。アリス・イン・ワンダーランド見た人いる？映画に白の女王の城が出てくるんだが、その白の女王の城へと続く道が桜並木で、たくさんのしだれ桜が咲き乱れてた。ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパンでマーケティングを担当する谷中氏のインタビュー記事によれば、白の女王の城の桜の木はティム・バートン監督が初めて日本に来た時に見た桜がモデルなんだそうだ。イケスに近寄ってガン見していた白人娘、今日友人とことに行ってきた。で、リーズナブルな値段の京料理屋で飯食ってたら、通路挟んで隣の席に白人パパ&小学生くらいの白人兄弟と日本人のおばちゃんがやってきた。着物の店員がおしぼりと箸を持って行ったら、外人さん親子がありがとうの嵐。パパの方は四重ワクテカ状態で、エレガントだ、古き日本を感じる、だのどうだの言ってた。子供たちは和柄の箸置きが綺麗だと感動し、また店の中にある魚が泳いでるイケスに大興奮。イケスに近寄ってガン見していた白人妹が後ろから来た板前さんにぶつかった。少女がごめんなさいと日本語で謝ると、板前さんは笑顔でこちらこそごめんねと返し、二人でニコニコ。不覚にも板前さんにも和んでしまった。帰る時も店員の見送りに嬉しそうにありがとうと笑って帰っていく姿に友人と二人で和みました。